1。すみません、明日は何時にどこですか？明日は朝8時に会社の門の前集合ね。わかりました、8時に門の前ですね。じゃあまた明日。2。では金曜日の10時に来てください。金曜日の10時ですね。場所はどこですか？受付に来てください。その後部屋に案内します。わかりました。その後部屋に案内します。わかりました。3。明日の待ち合わせは何時にどこにしますか？じゃあ6時半に駅の改札でいい？はい、6時半に駅ですね。じゃあまた。4。10日のイベント何時からですか？17時に始まりますが、スタッフは30分前にホールに来てください。じゃあ4時半ですね。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明日何時にしますか？6時はどうですか？6時はちょっと早いです。6時半でもいいですか？6時半？いいですよ。じゃあそうしましょう。待ち合わせして一緒に行きますか？そうしましょう。どこにしますか？じゃあ駅前の平和の鳥の像の前にしましょう。それ何ですか？私もわかりません。駅の改札でもいいですか？じゃあそうしましょう。6時半に駅の改札集合で。はい、わかりました。1。新しいアウトレットモールもう行きましたか？いえ、まだです。今度みんなで行きます。一緒に行きませんか？ありがとうございます。ぜひ。ありがとうございます。ぜひ。2。パームキッチンっていうアジアレストラン行ったことありますか？いいえ、ありません。すごく美味しいですよ。今度一緒に食べに行きませんか？いいですね、ぜひ行きましょう。3。プロレスを見たことがありますか？いいえ、見たことないです。今度の日曜日、市民体育館で試合がありますよ。一緒に見に行きませんか？へえ、いいですね。行きましょう。いいですね。行きましょう。4。ポートタワー、もう登りましたか？いいえ。じゃあ今度行きませんか？景色が綺麗ですよ。すみません、私高いところはちょっと。5。
もうこの町のいろいろなところに行きましたか？博物館とお城には行きました。動物園は？まだです。行きたいです。じゃあ、今度一緒に行きましょう。6。野球したことある？ないです。今度の日曜日、一緒にやらない？メンバーが足りなくて。無理です。野球全然わかりません。大丈夫。歩きながら。この後どうしますか？お腹が空きましたね。何か食べませんか？じゃあフードコートに行きましょう。あ、食事の前にお金を下ろしたいんですが。あそこに ATM がありますよ。フードコートで。この後ジョギングシューズを買いたいんですが。じゃあスポーツ店に行きましょう。買い物の後でゲームコーナーに行きませんか？いいですね。じゃあ行きましょうか。あ、その前にちょっとトイレ。Aku ajarin dana nanti.